に持ってた。はいはい、はい、一番冷たいと思ってた。偉そうな頭を下げて。ですね、お母さん。そこのバーにちょっと置いてもらいたいんですけど。どこですか？どこですか？センターがですね、見えない。もうちょっと待ってくださいね。この辺。まあ、ここに、この辺で、このバーに、これぐらい？はい。え、これでこうやって、はい。もう、岡田さんがマッチフラッグを自ら打つという。でもね、岡田さん、僕ですね、やっぱり、代表選手とかね、監督っていうのは、遠征にとか行った時に、自分で荷物とか持たないんだろうなと思ってたんですよ、うん、で、ウズベキスタンで代表がアジア、ワールドカップを決まった時にですね、僕も一緒に選手とかスタッフが乗ってる飛行機で一緒に行かせてもらったんですけども、あの時驚いたんですが、はい、道具とか全部みんな選手が、そうそう、俺も持つ、そうそう、そうそう、みんな持つんですよ、荷物が飛行機で流れてくるんですよ。あれ全部もうみんな自ら、それこそあの時はいいんだけどさ、ちょっとなんか一度のスタッフやったらあとはスタッフがやるとかそういう仕組みになってない、そういう仕組みになってないですか、はい、自らも本当みんながこう、いや、そういうかね、 J リーグができた当初にね、そのプロだからそういう道具とか持たないんだとかね、そういう風潮があったわけ、一瞬ね、J リーグがバブルの時ね、はい、で選手はそれで一切何もしないと、そういうのは荷物係が持つとか、でもそんなの違うんじゃないのっていうのが、今は定着してんじゃないと思うけど、それは本当はスポーツマンが自分たちで全部ね道具を運んで、もう練習道具から、でも一番重いものは代表選手の中で長友選手が一番重いものを持ってほしいですね。そう？いや、川口なんかもう率先して一番に荷物持ってくれたりしてくれるし、そういうのはもう年とか関係ないし、逆に昔はやらないやつがかっこいいっていう感じ、俺はそういうのやらねえよっていうやつだ。だから今はやらないやつがかっこ悪くなってるから、みんな妄想選手やるから、出てくるときみんな大きな荷物持ってるし、俺も持ってるし、そんなの当たり前のことで、自分のチームなんだから、みんなでやるっていう。まあなんかね、確かに日本代表選手だから、いろんな待遇ね、それは全員ビジネスクラスが日朝一流のホテル泊めてもらうし、まあそういうのもありなんだけど、やっぱりそれに対して、見返る選手にいいんだけど、やっぱりやる義務があるんじゃないか、そしたらそんなチームのことぐらいはね、自分でやるし、当たり前だねえかな。で、これちょっと今、片付けたんで、ちょっとじゃあバトンを、ゆるゆると上げてもらっていいですかね。お、ね、まあ、フラッグは掲げて、フラッグですね。
前に、ワールドカップのような大きな大会があると、どんどん何億人というのがもう見てて、でその試合に行くまでにもこう練習を積み重ねていくという、本当こう、僕たちが知っているサッカーは勝ち負けで45分の厳しい世界があるけれども、その周辺とか、そこに行くまでというのは、っていうのが僕はこうすごく、そこに文化を感じる時があるんですけども。まあ、例えばそのアジア各国、まあ、ワールドカップのアジア予選、も含めてですね、やっぱりその土地土地の、まあ、その国のサッカースタイルがあるようにその土地の持っている、空気でそれが反映されているプレーというのは何か感じたこととか。いやもうそれははっきりしてるんじゃない。例えばワールドカップがこれだけ人気あると、正直言ってそのサッカーのレベル自体はプレミアとかイングランドのリーグとかスペインのリーグの方が高いから世界中の代表選手が集まってるわけだから。でもワールドカップは何が面白いって言ったら、そのプレースタイルがその国の文化であり国民性であり歴史であり気候でありそういうものを反映してるわけです。やっぱりね、暑い国で走り回るサッカーってできないから、のんびりしたサッカー、陽気な国のサッカーはリズミカーって言ったらね、昔、元ロシアじゃなくて、分裂する前のソ連のチームだったら、声を出さない、声を出さない、全く、パッ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 で、僕らが、おいとか、こっちだって言ったら、観客が面白がって、バネするわけ、おいとか言って、ソ連はひたすら黙ってサッカーを。そういうふうにいろんなものが出てくる。じゃあブラジルのサッカーが強いからってイングランドのサッカーが真似するから真似しないわ。だから面白い。だから僕は今日本人のサッカーって何なんだっていうのをね、そろそろ作っていくことじゃないの。でもイタリアのサッカーもドイツのサッカーもブラジルのサッカーも、よしブラジルのサッカーこういうもんだからこうやって作るよって作ったじゃないんだよね。自然とできてくる。で今ちょうどもう今回4回目のワールドカップでそういうのが自然とできてくる頃なんじゃないかなっていうのを、それは僕らの日本人っていうとこから自然と出てくるもんで、なんか押し付けられるもんじゃなくてね、じゃないかなと。なんかアジアのサッカーもそれぞれもうはっきりしてるね。この前韓国行ってホンミョンボっていう今オリンピックチームの監督やってね、スーパースターね、もうスーパースターだよ。あいつで焼き肉して外に出たらもう大変大変大変だったね。もう男前だろ。で3億何千万の家ですよ今。もう最高にもう稼いでるな。今オリンピック監督のオリンピック監督監督でこいつを飲んで話したら、韓国ではいや日本はフィジカルでなかなか勝てない。お母さん日本ってね運動神経のいい子がみんなサッカーやんないじゃないですか。それは何？他の競技に行く。そうそう、野球だとかね。韓国では子供の時に運動神経のいい子は必ずサッカーなんだよ。だからコーチは技術が下手でも足が速くてでかい子を選ぶ。そうすると今度は日本人みたいなテクニックがない選手ばっかりだ。日本人はそういうのがない代わりに技術がひらめきがある。これなんとかうまく一緒にできませんかねっていうような話をしたんだけど、それぞれやっぱりそういう特徴がねやっぱはっきりしてるよね。これはやっぱりおっしゃる通りだから、それが面白いじゃない。よく例えばブラジル の, ちっちゃい子供たちのサッカー教室とかってテレビ見たことあるんですけども、そうすると全然ボールとか関係なしになんかこうワニのマネとかいかにこう自分のイメージでそれを体に置き換えるかみたいなね、そういうこれサッカーの練習かなって思うような練習風景は、まあ、すごい小さい子相手なんですよ。知らんでしたけども、それサッカーの練習じゃねえよ。でもそれサッカーの中でいわゆるこうただまあそれが当然言うほど言えばボールだけ触る。